卑弥呼さん、結婚当時は料理が苦手、市川團十郎。料理は習ってたんですが、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが自身のブログで母堀越卑弥呼さんの手料理について、確かにうまい、料理屋さん出せばいいのと本当思ってると称賛した成田屋の食卓、卑弥呼さんが乳がんで闘病中の、小林真央さんへ伝えたかったことについて話してくれたことを振り返る、卑弥呼さんは自身の著書、12代目團十郎さんが食べてきたもの、成田屋の食卓で真央さんに伝えたかったことを書いたという。卑弥呼さんは昔はお料理が得意ではなかったそうですねと聞かれて、はい、お料理は習ってましたけれども、結婚直後は塩辛かったり味が薄かったりして、主人も今日は僕お腹がいっぱいですってろくに食べない時もありました。最初のうちは気を使ってそう言ったんでしょう、わらと話してくれた。團十郎さんの卑弥呼さんへの気遣い、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。